皆さんこんばんは、じまでございます。いつもですね、当チャンネルじまチューブご視聴いただき誠にありがとうございます。この夏大活躍したレンズ3つを大きくね取り上げて語っていこうじゃないのかといったところで、まあ暑い夏ね、少しずつどうですか、朝晩はまあ秋の気配感じるんかなと、地域によっちゃね、もうエアコン切ったよっていう方も、まあ、いらっしゃれば何を言う、この温度は下がったかもしれへんけども、湿度が出てきてね、もう蒸し暑で無理ですわっていうね方もいらっしゃるので、まあ秋をねちょっとずつ感じつつあるような、まあ、季節というか今日この頃ではあるんですけども、今年の夏はですね、まあ例年以上に暑かったように私は感じておりますというか、どちらかというとコンディションを崩しやすい暑さだったかなっていう感覚です。かなり、コンディション作りっていうかね、撮影を続けていくっていうところにものすごく集中したというかね、まあ、体調管理をいつも以上に意識したという、まあ、夏だったんですけども、そんな中でも写真を止める写真を撮ることを止めることは、できないので、できないというか、止めたくないので、写真は撮り続けていきたいと。で、長期的にね見てマラソンだと思っているので、写真撮影というものは短距離のね、いいカメラガッて買うてバッて撮って、まあ、飽きたーって言って売るんじゃのっていいカメラ買うて、ええカメラ買うてよしよし言いながら長いこと数十年ね続けていくっていうのが、まあ、写真撮影、せっかく、体力落ちてもね、視力が落ちてもね、活動範囲が狭まっても続けていけるっていうのはカメラ写真の、まあ、良さかなって思っていくので、やはり私がこの最近この体調を崩しやすい時期に使うことが増えた、もっと言うと私自身のコンディションとこの体調管理っていうところと撮影に対する、取れ高というか求めるものに対してのこのちょうどいいバランスを考えた時に、今までの毎年夏使ってたレンズたち、もちろん使うんですけど、それとは違うレンズたちがここに並んでるんですね。この3本が今日の主役なんですけど、どういったレンズを今年の夏私は大活躍というか利用頻度が高かったかを紹介していこうかと、まあ理由含めてね、あ、なるほどね、じゃあこの3本になる理由もわかるかなっていうのが皆さんにも伝わるかと思いますので、まあ、レンズ選びというかね、あ、そういった考え方もあるのねというふうに受け取っていただけたらと思います。今回もじまチューブ行ってみましょう。じまチューブ、はい、改めましてじまでございます。いつもですね動画ご視聴いただき本当にありがとうございます。なんでかって言いますとですね、まあ今年の夏はですね、レンズというものにかなり迷ったんです。いつものレンズで行こうかなとは思いつつ、いや、もうちょっと違う撮り方をしないとこの夏乗り切れんなというところがあったんですよ。何より暑かったじゃないですか。なんかもう35度とかって当たり前というか、関西のなんかあの熱中症アラートのマップ見たら、いや、どこ行っても真っ赤っかやんっていういや、もう日本海側も赤なったら、そら瀬戸内なんて真っ赤っかよみたいな。しかも京都なんてもう赤いどころか、なんていうの、太陽がギラギラしたなんか危ないマーク出てるやんみたいな。あ、38度とか39度って何それみたいなね。数年前やったら35度でね、暑いは砂漠かな、40度いったら人間もう砂漠やな日本も言うてたら、当たり前のように39度がね、別にどの地域でも結構見受けられるようになってしまって、本当に砂漠化じゃないで、砂漠化言うたらちょっと意味合い違いますね。なんか砂丘とか砂っぽくなっちゃうけど、そういう意味じゃなくて、気温がもう40度近くなっているというところで、もう温暖化とかでもそういうレベルなんかなっていうところなんですけども、かなりね、あの環境も変わりつつあるなというところで、皆さんはどうですか、あのどんなレンズ使いました？超広角もあれば超望遠もあるし、標準の単焦点もあれば、明るい F1.2 シリーズの単焦点もあるし、薄型単焦点ってのもありますし、標準ズームもあれば高倍率ズームもあるし、マイクロレンズもありますね。でもっと言うと DX のね、レンズであったりとか、まあ、いろんなね選択肢がありますし、もっと言うとコシナとかのね、フォクトレンダーシリーズのノクトンとか、アポウルトドンかアポランタとかスーパーワイドヘリアとかのね、マイクロじゃない、マニュアルフォーカスレンズであったりとかね、ポートレートズームのようなタムロンさんの35150やったっけとかね、まああったりとか、いろいろね、まあレンズの選択肢ってものが増えているとは思うんですけど、皆さんはどういったレンズを使われたのか、ぜひコメント欄にね書いてもらえると
嬉しいです。私自身は、今年の夏はですね、体調管理を、一番に意識しました。なぜかというと、自分自身のその写真集のね、撮影作品を撮っていく上での撮影と、その商業的なね目的での撮影両方をこう歩んでいくときに、趣味での撮影で体調をちょっと崩したら、それが仕事に響くっていうのも辛いし、仕事でまあ体調を崩さないようにはしなくちゃいけないんですけど、そういった走り続けれる、夏を乗り切れる、悪影響って言ったらあれですけど、暑い夏でも体調へのまあその負荷っていうものを抑えてね、快適に撮影できるかどうかっていうのはすごく大事だなって今年の夏は特に思いました。なので具体的には撮影に出かける時間帯ですね、夜の涼しい時間帯とか、朝のアスファルトがちょっとね熱逃げた涼しい時間帯とかね、そういったとこを狙うようにしております。なので夜の、まあ、朝方の涼しい時間帯に撮影が、まあ、快適にできる明るさのあるレンズで、もう一つ言うと、日陰とか涼しい場所からでも撮影対象をグッと近づくことのできるズームレンズで、あとはね、まあ、軽さっていうところかな、結局のところ。今年の夏私日傘男子デビューしたんですよ。なぜかというと、もうあの 日傘しつつキャップかぶりつつっていうものをして、モバイルファン持って飲み物持ってもうそれぐらいせんと体調を崩すんじゃないのかなっていう危機感があるぐらいなんですね。まあ、基本は日傘っていうのは持って行ってるもんやし、あのそんな常に使ってるもんじゃないし、まあ、周りの目気になるからね、あの兄ちゃん日傘差しとんの、もう時代も変わってったなぐらいのなんか目線感じるから、ちょっとね抑え気味ではあったりするんですけど、何かしら冬とは違う荷物が増えるなっていう。冬はね、なんていうの、アウターがね出てくるので、コートとかね出てくるので、まあちょっとね荷物増えますけど、夏は夏でモバイルファンとか、あの飲み物とか日傘とかやたら増えるなっていうところがあるんで、夏は夏で荷物増えがちやなっていうところがあるので、まあレンズ交換の手間をね省ける気軽さっていうところもすごく重視しました。なので暗いところでも明るく撮れるレンズとか、遠くからでもグーって寄ることができるレンズとか、もっと言うとレンズ交換なく1本で撮り切れる楽しさがあるレンズ、まあ、この3つの軸で今年の夏は自分の趣味の撮影として続けていくには選んだところがあります。というのもですね、写真集でね今コンタクトシートを作っております。これがですね今だいたい3000枚ぐらいを13枚に分けております。でこの中からね、赤ペンで丸とかつけていって、この写真を、写真集のボリュームの3とかに入れようかなとか、この写真はボリューム4に回そうかなとかね、こういった形で作っております。 B5 のね、 B5 じゃないわ、 B4 か、こういった形でね作っております。 B4 のサイズでカラーで印刷してね、作ってるんですけど、折りたたむと大学ノートになるのかな。 B4 ってこう折りたたむと、あのなんていうの、大学ノートに挟めるんですよ。なんで私大学ノートとかで大体なんか学生時代からね大きさき統一して貼るから、まあ大体このサイズでね、ジマチューブセレクトボリューム3と4とコンタクトシート01っていうね形で書いているんですけども、まあスケジュール感とかもねメモ書いてるんで、これがねまあ後々あのこの2300、この中には2300枚、あと700枚ぐらいを追加で足してトータル3000の中から、写真集の厳選していく大体70カットぐらいかなっていうものを、選んでいこうかなというところで、こういった作品を夏も含めて撮り続ける必要があったので、てか撮り続けたいかったので、夏の作品もね撮りたいっていうところがあったので、今回のレンズの話に持ってきてるんですね。で一つ目がまあこれですわ、ニッコール Z の 85mm の F1.8 の S ラインですね。まあ、別に85に限らないんですけど、35の 1.4 とかね、新しいやつやったら、あとは50の 1.8 の S ラインもそうやし、まあ、24のね 1.8 の S ラインとかもそうなんですけど、まあ、大体この 1.8 シリーズのレンズかなって感じですね。で、その中でもやっぱ中望遠領域のね面白さがあるっていうところで、85の利用頻度がまあ多かったかなと思います。なぜかというとですね、やはり暑いので今の時期ね、太陽の日差しがかなり強い、まあ、日中は
そんなに出ない。出たとしても後で出してくるズームレンズのね出番になってくるので、どちらかというとこの単焦点 1.8 シリーズなんかを使う時っていうのは、まあ、夕方とかね、ちょっと夜の散歩とか、まだ日がねそんなに出てきてない朝の早い時間帯の、まあ、言うたらちょっと暗い、まだ光量がそんなに出てない、まあ、光量出てないからまだ涼しいっていうね環境で、この 1.8 っていう明るさ、単焦点レンズがすごく活躍してくれたなと。でもっと言うと、こっちね 40の F2、 ニコール Z の 40mm の F2 なども、まあ同様に明るくてね、あのすごくいいなって、軽いしっていうところがあるんですけど、まあ S ラインっていうのはやっぱすごいなっていうのをもう実感しました。で40の F2 ももちろんいいなと思ったんですけど、どっちかっていうとこの夏活躍したのは40の F2 はこの夏というよりか通年通してなんかスーパーサブ的に役立つみたいな位置づけなので、85の 1.8 が特に、まあ、中望遠領域でちょっと距離取れたね状況から撮影するっていう、自分は日陰に入ってっていうところが狙えるので、まあ、85DX で127とかでも高画素機やったらね撮れるっていうところがあって、結構扱いやすかったなっていうところで85がまあ使いやすかったと。で撮った写真をやっぱ見返してるとね、その暑い時間帯の光量の確保が難しい環境なんかでは、まあ、40の F2 もいいなとは思うんですけど、まあ、S ラインの方が、まあ、安定感が際立ったというか、まあ、平均点高いな、アベレージ高いなっていうところがやっぱりあります。ちなみになんかコメント来そうやから先に言っときますね。これ私あのなんていうのゴムバンドっていうのつけてます。あのAFS のレンズとかについているあのゴムリングのところをバラで売ってくれているので、これをあのかませてます。なんでかっていうと、このバンドがないと結構このコントロールリングが大きくてね、 1.8 シリーズって結構昔のデザインやから、コントロールリングが大きくて結構カッて撮影中に当たっちゃうんですよ。でも機能をオフにするのにはちょっともったいない。マニュアルフォーカスでクーって撮る時もある。でせっかく左側にオートフォーカスとねマニュアルフォーカスの切り替えがあるので、たまにはマニュアルフォーカスに切り替えてフォーカスをアウトフォーカスで撮るっていう時もあるので、ただそれが撮影普段の撮影の時にちょっとでも当たってクッてピーキングが入っちゃうと、ああもうってなっちゃう時があるので、このゴムバンドをつけることによって、まあ、滑りにくくしてます。力を入れたら滑りますぐらいの感覚かな。まあなんていうんやろ、そのちょっとした知恵袋というか工夫です。まあこういったね使い方を私はしてるよ。で何よりねこのね 1.8 シリーズってめっちゃ傷つきやすいんですよ。この鏡頭部分のねメタルがシルバーがすぐ出てきちゃうんですよ。でそれってこうゴムリングがちょっと一部でもあると高さが変わるんで、このゴムリングの部分とこのね先端の部分の高さがこう出てくるので、こうね、なので直接床に擦る場面が、まあ、減っちゃうっていうところがあって、まあ、傷ついたとって写りに関係ないやんって言われてしまう。そうなんですけど、せっかくお金出してね10万円ちょっとぐらい出しているんやったら綺麗に持ちたいやんっていうところがありますので、まあ、こういったね工夫をしてたりもします。なんか役立てば、これは別に85だけじゃなくてどの 1.8 シリーズでも使えるという形になりますので、まあ気になる方はねチェックしてもらえたらと思います。なのでやっぱり暗い場所でねISO 感度、まあバーン持ち上げてもらえばいいんですけど、うん、F 値からねせっかくボケ味も楽しめるし明るいレンズ 1.8 シリーズであれば F 値コーンってね 1.8 まで持っていって、まあアプローチできるっていうのはありがたいです。もちろん35の 1.4 もねもう最近は、すごく定番化しているのですごくねいいと思います。もっと言うと35の 1.4 に対して50とか85の 1.4っていうのもニコンさんからは出してほしいなっていうふうにはね思います。で一方でそう 1.8 でアプローチできるのはすごくありがたいなって思う一方で、いやジマさん知らんの、ニコール Z って実は 1.2 シリーズ出てんねんでっていう、知らんかったみたいなね話もされるかもしれないんですけど、明るさという点では確かにさらなるアドバンテージとしてニコール Z の 50mm のね 1.2 の S ラインとか、ニコール Z の 85mm の F1.2S ラインっていうものはものすごくアドバンテージとしてありますし、 1.2 の写りっていうのがもう言葉選ばず言うとえぐいともうすごすぎるというのは分かっております。で 50mm ね先日のキャッシュバック含めちょっと安めに購入できた方が多くいらっしゃるのもコメントでねいただいておりますので、50の 1.2 購入された方は改めておめでとうございます。そういった 1.2 シリーズのまあ、明るさのアドバンテージっていうものを存じてはおりますが、やはり状
県の気軽に行きたいねんっていう話の時に、個人的に 50の1.2 って仕事用かなって私は思っちゃうんですよ。まあもちろん趣味で使われるのもものすごくいいと思いますよ。ただ仕事に応えちゃうレンズだなって、もっと言うと仕事でも使えるだろう、もちろん 1.8 リズも使えますよ、使えるんですけど、個人的には仕事スイッチが入っちゃうみたいなレンズなんですよね。ここが難しくて、やっぱニコンの Z シリーズと、あの別のねカメラを使われて、マニュアルフォーカスのカメラとか使われてる方が結構この仕事と趣味を切り分けたいっていう時にね、 1.2 シリーズを使っちゃうと、もうなんかリズムよく撮れすぎて、撮れ高がすごすぎて、いやまあ写真集の作品撮りなやったら仕事やろって言われてしまえば、まあそうなんですけど、そこはちょっとね、なんていうの、こう混ぜたくて仕事まで行かずとも個人の主張が出るみたいな、なんかこの何とも言えん距離感というかね、ちょうど良さっていうものを目指していきたい時に、 1.2 シリーズっていうのはちょっとね気軽じゃないかなっていう、どっちかっていうとがっつり撮影する時の商業の時に力を借りる、機材の力を借りるレンズかなって個人的には、思っちゃいます。もちろん1.2 シリーズね、ニッコール Z の50の 1.2 の S ライン、85の 1.2 の S ラインが、いや気軽やん、あの描写とあの明るさ1キロ前後でね持ち出せんねんで最高やんっていうね方はもちろん使うべきやと思うし、私自身も、そう思っております。ただ今回の夏は暑い、気軽に行きたい、なんか日傘とか荷物が増えた、もっと自分の撮影に対するハードルを下げたい、もっとなんかクッキーというか、ほんまスマホで撮るレベルで写真をパパパって撮っていく、日常の中にもっと写真を撮るチャンスを根付かせたいっていう狙いの中には 1.2 はちょっと違うかな。どっちかというと85ぐらいの方、85とか 1.8 が限界かな。まあレンズ500、カメラ5600ぐらい、1キロちょっとぐらいで、 Z8 使ったら 1.3、4キロぐらいなのかな。でいろいろ持っていって、まあ2キロとかになるとグッて背負ったら、おカメラ背負っとんなぐらいになりますやん。なのでそういったカメラ背負っとんなを忘れるぐらいの、まあ構成ってものを目指しているところがあったんです。ただまあ暗い環境、まだ明るさが足りない、朝早い時間とか夜の遅い時間であれば、明るさもあるで描写もいいでサイズ感っていうもののちょうどいい間を取った、その落としどころが 1.8 シリーズ、もしくはまあ35の 1.4 だったかなっていうふうに思います。どうです、こういうふうに聞かれると、ああ1.8 もありやなって結構思われません？ 1.8 シリーズってなるとね、どうしてもまあ言うたら35とか50ってもう6年ぐらい前ですよね。 Z7 の初代が出た時に35の 1.8S ラインとか、ニッコール Z の2470の F4 の S ラインとか、もう多分3本5本ぐらいしかなかったと思うんです。あと40本ぐらいは5年間かけて作りますみたいなレンズラインナップ表じゃなかったです。まあ、あの時はねレンズロードマップ表って言ってたんですよ。あのニコンのファンミーティングのね、6年ぐらい目の堂島で行われた大阪に行った時のあのローンチイベントのね時に。なのでまあまあまあ言うたら Z レンズ初代のね、まあ言うたらね、グループやし、結構古いレンズやし、どっちかっていうとコストパフォーマンス重視で、毎回キャッシュバックにも入ってるから、ちょっと甘く見られがちというか、そんなに意識されてないレンズたちなんですけど、私はですね、XB の7世代目になって、まあ もちろん6世代でもいいんですよ。もちろん XB の6世代目でも ZFC とかとくっつけて85の 1.8 とか使う、127とかでね、1.8 で撮れるから楽しいってのもあるんですけど、XB の7世代目になって 1.8 シリーズの描写っていうのがすごくレンズ別で調整されてんのかなと思うぐらい、あの好みになってるんですよ。なんかね、XP と6世代目の時の、まあ、いわゆるミラーレスすぎる感が XP と7世代目でだいぶ緩やかになって、優しい描写に全体的になってるなっていうところもありますので、すごくね 1.8 シリーズ今おすすめです。価格もキャッシュバック含めてとか落ち着いてきてるし、もっと言うと50の 1.2 とか85の 1.2 とか135の 1.8 の S ラインプレナみたいなレンズが出てきているので、結構下取りでね交換に出される方も、まあ、多かったりしますので、結構買い時です。でもっと言うとキャッシュバックでめっちゃ売れてんすよね。あの8、50、85とかやったかな、ちょっとはっきり覚えてないんですけど、あの
キャッシュバックの期間がの申請期間が伸びたじゃないですか。一部の D780 とか Z8 が伸びたみたいな感じで、実はレンズも一部伸びてて、なんでかっていうと売れすぎて、申請期間中にニコンさん届けれてないですよね。なので在、キャッシュバック期間中に申し込みました。でも実物が届くのに数週間かかりますと。そっからこの期間9月6やったかなまでの間に申請しなさいって、ちょっと酷やでと。じゃあ届けんのに 2,3 週間遅れたから、まあちょっと遅れさすよって、でもこのレンズだけねみたいな感じの対象に結構 1.8 シリーズって入ってたんですよね。なのですごくね、まあ人気なんだろうなというか、みんなが今 Z シリーズ、 Z マウントに引っ越してきている中で、まあ気軽に始めれる S ラインってどんなんやろうってなったら、まあ価格的にも、まあ、50、85、35、2420の 1.8 シリーズってものはすごく狙い目なんだろうなってのは見てても、わかるところがありますというのが一つ目。意外でしょ。で、二つ目、ニッコール Z の DX のこっち、ちっちゃい方、18140の、3.5 から6.3 の VR です。もう高倍率ズームの DX のレンズですね。今年買うたかな、ほんと数ヶ月前に買いました。この夏、それこそほんま1ヶ月ぐらい前かな、この夏のキャッシュバック対象になってたレンズですね。で、Z マウントの高倍率ズームって、まあ、すごく優秀なんですよ。で、前々からね、まあ、気になっていたっていうところはあるんですけども、こう優秀なところで、その購入優先度としては、正直ね、高くなかったんです。なんでかっていうと、いや、フルサイズの、ズームレンズあるやんっていうね。高倍率の DX のレンズ、伸びたらこれね、縮めたらこれね、なんかもう、持った感じ、アルミ缶のジュースぐらい。例えよ。でもこういう感じね。アルミ缶のジュースぐらい。350のアルミ缶のなんかジュース持った時ぐらいの感覚のレンズなんですけど、伸ばしたらこんなもんですね。まあ、ペットボトルのちょっとちっちゃい版ぐらいなのかな、ぐらいの感覚のサイズ感なんですけど、まあまあ後回しにしてましたわ。でも気にはなってたんですよ。Z マウントの高倍率ズームって無印なんですけどね。多分 S ラインはないよね。24200、28400、18140全部無印やから、高倍率ズームで S ラインはないんですけど、すごく優秀なんですよね。で、前々からは気になってたと。ただ購入優先度は、いや他にもズームレンズいっぱいあんねんからっていうところで後回しにしてたんですよね。でもこの18140を急にポンって、あ、買おうって思った理由は軽かったんですよ。なんかもう 300g ちょっととかなんかな、もうほんまにある350もないので、ほんまにジュースぐらい、サイズも重さもジュースよりなんならちょっと軽いぐらいなんですけど、このね、軽さっていうものが今回の気軽さっていうね、候補条件の中にマッチしていたので、もう勢いで買っちゃった感があります。何より DX 対応っても割り切っちゃってるので、 APS-C ね、対応っていうので割り切っちゃってるので、まあコンパクトですわ。で、広角18なので、まあ27mm ぐらいで、望遠端140あるので210ぐらいっていうところを考えていくと、まあレンズ交換なく、しかも寄れるしねっていうところがあるので、すごくね、まあこのレンズ1本あれはいいでしょぐらいの感覚、すごく助かります。で、 DX のこっちね、1650、これ3.5から6.3、今 ND フィルター、じゃあ CPL かつけちゃってるけど、これね、1650めちゃくちゃいいですよね。このレンズ安いというか、キットレンズの割にしっかりしてるなーっていうところで、まあ振動式でね、これぐらい薄くなる1650であったりとか、もう一個ダブルズームのレンズキットやったらね、1650に対して50-250か、ニコール Z の DX の50-250っていうものもあるので、実は DX のズームレンズって広角端1650、16から望遠端50で切って、広角端が50から望遠端250っていうのがあるんですよ。で、そこに DX の24の17っていうのがあって、でもっと言うと、じゃあ間取ろうよと。レンズ交換なくできるやつないのってなった時に DX の18140っていう選択肢があるんですよ。で、望遠端の140で物足らん方はもう50-250を使ってもらったらいいかなっていうところがあります。なので私にはすごく使い勝手がいい、荷物増える、軽くしたい、なんかもう日常の中に溶け込んで撮影したいっていう時に、この18140ってものは、あ、すごくいいなっていうところで、描写もね、
まあその85とか 1.8 とか 1.2 に比べたらあかんけど、あかんことはないんですよ。がすごすぎるだけでね、 S ラインっていうものがすごすぎるっていうだけなんですけど、全然使えるレンズやでっていう、私のその作品集の中のちっちゃい、言うたら B5 なんでね、サイズとしてももう十分なんですよね、このサイズ。そら A2、A1 とかで印刷するってのはちょっと厳しいかもしれんけど、 B5 サイズで印刷するってなるともう十分なところがありますし、もっと言うとその B5 のサイズに印刷していく中でもっと数が欲しいと、写真のね、ってなった時にもっとスピーディーに日常に溶け込んで撮ることができるレンズってものは本当に助かると。何よりね、これ特に Z30 とか FC、 Z50、 FC が多かったかな、今回このグリップ買ってよかったんでっていうところがあって、あの 700g ぐらいです。軽いでしょ。カメラ本体が405とか445とかそのあたりなんですよ。でレンズが315とか、なんかそんなかな、350切ってたんで、合わせても700、Z30 とかでほんま720-730ぐらいで済むってレベルなんですよ。で今あの Z567 の初代は675なんですね。で2代目になって705です。で ZF が710で、 Z6 の3型が、まあ、ボディ内定ブロフスでかなり強くなったってところもあるしね、放熱耐性も意識してるってところがあって、何倍やったっけ、760か。なのでフルサイズのボディ単体と DX のカメラとレンズをくっつけた質量が一緒っていうのは、私の中にすごくジャストフィット助かる要素なんですよね。これがやっぱいいなーってところがあります。なので暗い環境はね、ちょっとね、63なのでしかもオートフォーカスも正直明るい環境だったら全然いけるし、他のレンズに比べたら、まあ過去の高倍率に比べたらいけるけど、まあ言ってもやっぱ明るいレンズってすごいからね、まあ多少そのオートフォーカスって気を使うところはあるんですけども、まあ日中光量がある時間帯なんで、さっき85の 1.8 とかは光量があんま時間ないね、時間帯に撮りたいなっていう時で、こっちは逆に日中の光量がバチバチある時間帯に撮るのであれば余裕っていうねところがありますので、何よりその望遠端 6.3 もなんていうかな、ミラーレスって覗いてこう設定値変えたら仕上がりの絵わかるじゃないですか。レフ機って撮ってみんとわからんところがあるんで、実際ね。なのであの F 値がね、まあ大きい値とか暗いレンズってものはちょっとね、苦手意識というか避けてたところがあったんです。 F 値がなーっていうところがあったんですけど、ミラーレスになるともう ISO2000 とかにポン持っていったら、あ見える見えるぐらいのね感じやったりするので、特にこの 6.3 ってものをアドバンテージに感じることが私にはあんまりなくなっている、気にならなくなっている。それ以上にやっぱりその18-140という焦点距離を生かして、自分がまあ日陰とかちょっと涼しい場所に入って、直射日光食らわないね場所に入って、ズームでちょっと構造を作って、で圧縮効果ちょっと生かして、撮影対象を大きく整えたりとかして、撮影する一枚一枚をパシャリパシャリと撮っていく楽しみ方ができる場面が多かったかなと。もちろん単焦点でもできるんですよ。でも単焦点やったら自分がこう足で稼がなあかんので、動いていくところがあるので、自分の撮りたい画角であったりとか、その構図の雰囲気を意識すると、まあ、トリミングするっていう手もあるっちゃあるんですけど、可能な限りもある程度決め切った状態で撮りたい構図をねってなると、近づく必要があったりとか、そうなると、まあ、直射日光当たる場所で何枚か撮らなあかんというところがあったりする。でそれが、まあ、今まではそういうもんやろって思ってたんですけど、ちょっとそれが続くと体にダメージくるな、熱持つっていうね感じがあって、今まではそんなに趣味の撮影で外にね日中の暑い時間帯に出なかったんですけど、今年はもうとにかく撮影に出まくろうっていう風にね思ってたので、体に熱をためる頻度が上がっているので、ってなると可能な限り、熱をためないようにしたいというところがあって、日中の単焦点っていうのはいいんですよ、すごくいいとは思うんですけど、私の使い方からするとちょっと避けてた。ズームで離れたところから構図を作って日陰から撮るっていうのが、すごくその重要視していたポイントになるんですね。
なのでそれの DX ってなると18140がいいんじゃない、もちろん50250もいいんですけど、50250やったらね75のなんぼ375ぐらいになるのってなると結構ガッて寄れるんですよ。375って言うとね400ミリぐらいやんっていうところがあって結構寄れるんですけど、逆にレンズ効果なくだって引いた時に75ってなると、ここまでかって感じになっちゃったりするので、もうちょっとね間の18140ってものが今回の今年の夏の私には、大活躍したかなと。あとは単純に買ったばっかりやからバンバン使いたいっていうねところもあるし、まあ VR もあるし寄ることもできるしというところがあって結構いいかなっていうところがあったんですよね。まあ暑い日差しね、浴びるのもいいですよ。もちろんビタミン作るんやったっけ、浴びながらね撮影するっていうのも大事やし、体内時計のリセットに太陽浴びるっていうのはすごく大事なんですけど、まあ、帰宅後にねちょっとね、体に熱がこもってバテてしまったりとか、現像処理とか写真のセレクトをする体力がなくなると元も来ないっていうね、撮るだけでもうバテてしまったらダメで、撮った後にこういった写真があってっていうのをセレクトして、この写真と組み合わせてこういう風にしていくっていう、もうワークフロー全体で見ていかないと効率が上がらないので、やはりバテたくないというのもやっぱり長期的にね撮影を続けていく、別にカメラだけじゃないですよ、趣味全般的にそうですよ。コンディション作りっていうのは本当に大切、週明けの月曜の仕事に響かないようにねしなくちゃいけないっていうのは皆さん一緒だと思うので、暑さ、重さ、疲労感をためない、気分はリフレッシュしても体が疲れてしまってたら意味なくて、やっぱ集中力ね格ゲーにもなっちゃったりするので、そういったものはなるべく作りたくないと。それならば多少の表現に F6、望遠端の開放F値が 6.3、 多少の表現に制限がかかっても高倍率での撮影で、その環境自分が用意した環境で体調管理を重視しつつ、何がどう撮れるのか、何をどう撮ることができるのか、もう逆にそこはもう腕の見せ所じゃないですけど、技術者としての表現の、じゃあこういう条件やったらこういう風に撮ってみようかなみたいなのを考えるトレーニングとして、縛りのある撮影条件っていうものを取り切れるようにしたかったっていうところもあるので、すごくね活躍してくれたレンズかなっていう風に思います。まあ便利とかね、トラベルズームとかいろんな表現をされますけども、私から見ると撮影者本人を安全な環境から撮影ができるような、レンズっていうものが高倍率のズームレンズなのかなって思います。もちろん一般の24120でもいいし7200でもいいと。ただどちらかというと広角端を意識したり望遠端を意識したり、対応できる幅を広げたいときに、まあ、F 値をとか S ラインを重視されるものすごくいいんですけど、私は今回は写真集の、まあ、その作品撮りっていうところがあるので、別にそんなにボケボケの写真が欲しいかっていうと、ボケボケの写真は何枚か明るいレンズで撮りゃええし、パンフォーカス気味でバチン合ってるレンズなんかでもいいと思うし、で意外と140とか言うたら中望遠望遠領域に差し掛かるぐらいの領域になるとボケます前ボケ置いたらボケるし、背景ボケも結構ボケる、開けてる場所だとボケるし、なんならちょっと圧縮効果効いて背景処理できて綺麗やしっていうところがあって、シンプルで分かりやすいしっていうね、まあそればっかりで撮ってると似たようなね感じになっちゃうんやけども、すごくね使い勝手がいいかなっていうところがあるので、ちょっとエッセンス的なところでね18140っていうものを使うようにしているというところでございますという話ですね。で3つ目がまあ同じような話ですわ。これニッコール Z の24200の F4 から 6.3。 なるほどね、ああそうね、あロックかけてた、これロックボタンあります、これねロック解除するとウイって伸びる、このタイプね。これもまあちょっと大きいかサイズはまあ350のペットあるかのジュースよりかちょっと大きいぐらいです。こんなもんですね。で、まあ、伸ばすとまあこんなもんかな。フルサイズのまあ言うたら高倍率の24200言うたら前で出た方よれへんくてみんなに結構いろいろ言われてたやつで、この24200の弱点をまあ克服したっていうのが28400、今年やったっけ、結構最近ですよね。それこそ価格 .com さんでね障害レビューのね寄稿させていただいておりますけども、28400っていうねまあレンズが出てますけど、この24200もね、まあ、言うても価格面考えるとええよっていう、まあ、よれへんのはよれへんけど、
逆にそれ以外はいいんじゃないっていうところのレンズで、このレンズが、まあ、軽いっちゃ軽いけどねっていうところで出番があったと。まあ、あのいわゆる役割は一緒です。あの DX なのか FX なのかの違いなだけで、やはりその18140と同じ理由のフルサイズ版で、向こうはこっちね140やったっけ、で210でしょ、こっち200なんですよ。で DX にすると300なんですよ。結構いけるでしょっていうところがあって、まあ、撮像範囲 DX で 300mm ってなると、まあ、基本使わないですけどね、そんなに使うことはないんですけども、まあ便利ですわ。いざという時になんかガチャガチャ入るな、300ドーンみたいな感じで DX ドーンって切り取ると楽やったりもしますので、まあ 200mm もねあればね、やっぱ圧縮効果っていうものは楽しいです。背景の整理とかね、あの映り込む範囲だいぶ狭めることできるし、なんか望遠領域のね F6.3 やけどね、開放 F6.3 やけども、望遠端ね 6.3 やけども、まあそのさっきと同じように、まあ明るい柔らかいボケ味は表現してくれるし、まあ表現の幅はかなり広がるなっていう風に思います。でこれも同じようにね、あの 6.3 なんですけど、まあ暗いレンズかなと思われがちですが、ミラーレスでファインダー覗いて ISO 感度パーン持ち上げる分には特になもう思わんかなっていうところがあって、すごく使い勝手が良かったですね。まあ、明るさが反映された状態で、まあ、見ることができるので、まあ、気にならないかなというところです。ただまあよくねこのレンズ調べると絶対出てくるのが、最短撮影距離が思ったよりよれへんと、50センチやったっけ、 0.5 メートルの 1.64 フィートでございます。なのでまあまあまあセンサーの土星さんマークから50って考えると 1,2,3,4,5、 まあこれぐらい、これぐらいの距離の感覚、ざっくりですよ、は確保しないと、あれこれ以上寄れへんのってなっちゃうところがありますので、そこだけはねちょっと意識してもらったらいいんですよ。逆にそれを私は自分が日陰から日陰に入って構図決めて、こうと、あここ、この建物、このビルとビルの間にこの街灯を入れて、そうこの角度よし寄っていこうみたいな感じで撮ったりとかね、する感じで撮っていくと別に気にならへんっていうところが、50センチまでしか寄られへんの、あーそうか、まあかまへんかまへん、ええよええよっていうね感じになりますので、まあ特に何も思わなかったかな。で逆に望遠端が 200mm 止まりって寄れるようで寄れないです200って足らんってなることがね結構あるかというふうに思いますので、200で物足らんっていう方とか、あとはこうもっと寄りたいんよと、レンズ交換なく1本って言ってるけどテーブルほどでなって、あの50センチになるとこうのけぞらなあかんやんっていうところがあって、取れそうで取れへんなこのレンズ1本ではみたいな感じになって困るなーって方の場合は、まあ、28400選んでもらってる方が遠くはもっと取れるし、まあ、言うたら寄ることができるというか普通に撮れる、28で普通に撮れるっていうことができるので、まあ28400値段くらい倍ぐらいするけど、倍まではいかんか、 1.5 倍ぐらいか、こっちが10万ちょっととかな、 2,3 万とかで、向こう20万弱ぐらいしてたからね、高倍率28400の F8 やったっけかな、 200mm ぐらいから F8 になる、こっちは 200mm で F6.3 なんですよ。ここもちょっと差があって、私が望遠端200で使うなってなった時に 6.3 か F8になるんやったら24200でもまあええかなって、軽いしっていうところがあって、ちょっとでも軽くしたいっていうところがありますのでね。なのでミラーレス時代っていうものは、なんていうかな、各ジャンルのその性能描写が全体的に一つのステージなんか底上げしてくれてるようなね、まあ印象がありますので、その今までのね高倍率っていうものに対して苦手意識を持ってらっしゃる方はね、一度まあその食わず嫌いじゃなくて、あの高倍率だから使わないとかじゃなくて、あの状況に応じて、私の場合は暑すぎる夏に応えてくれるものとして選ぶようにまあしておりました。でざっくりね今比較表を見てみると、こちらがですね DX の18140と24200、28400のまあレンズのね、あの特徴というかスペックを持ってきてくるんですけど、まあ、焦点距離はお伝えした通りじゃないですか。で24200って意外とね、あの ED レンズ2枚入ってたりとか、非球面レンズ1枚入ってたりとか、アルネオコート入ってたりとかねしてるんですよね。で28400は ED レンズ4枚とか、
非球面3枚とか18140も DX で10万円切るぐらいのレンズやったんですけど、キャッシュバック入れてね、なんですけど、まあ ED レンズ2枚非球面2枚とか、そらまあええ写りするよねって、まああるって、 S ラインが上にあるからもっとすごい写りするレンズあるんですけど、ちょっと前のレンズに比べると必要十分なんじゃないっていうふうに思う写りをすると。で最短撮影距離ね、18140は、18なので 0.2m になります。まあ 20cm ぐらいまで寄れると。で24200は 0.5m やから 50cm 広角端でですよ。で28400になると28mm で 20cm、 この差なんですよね。最短撮影距離が寄れないっていうところが結構あのレビューとかでもね見受けられるので、このあたり気になる方はね、まあチェックしてもらうといいんじゃないのかなって思います。あとはね、あの質量のところですね、まあ、地味にアタッチメントのところも私重要で、 67mm 大好きなので 67mm のあのドンピシャ24200っていうのは、うわ 67mm はフィルターいっぱいあるでっていうところで選んでたりもしますね。あとはまあそのサイズっていうのは73 18140が73で90でしょ、で 76.5×114 が24200で 84.5×141.5 だから 15cm 弱ぐらいにもなっちゃうのかなっていうところで、まあ28400ってちょっとあのさらに全体的にワンランクずつ一回りずつ大きくなってるようなイメージで、 DX の18140は315なんですよ。だから軽いよね。まあ、Z30 とかくっつけてもほんま720-30ぐらいで済んじゃうっていうところがあるのと、24200は570なんですよ。なので、例えばそうですね、675とか 700g 前後ぐらいのつけて 1.2 キロぐらいでフルサイズ機で動かすこともまあできるというところがあったりとか、あとは、Z8、まあ、高画素でまあね、連写も強い、まあ、連写するほどじゃないけどね、XP の7世代目ってところを高画素で、今のところ XP の7世代目高画素って Z9-8 だけなので、何やったっけ、ZF、Z6 の3型は2450万画素なので、 DX ところを考えていくと、まあ1400ぐらいになるのかな、もうほぼ1500やけどね、1480とかになるのかな、なので 1.5 キロでの運用、まあそこそこ重たいね。で ZF、Z6 の3型とかになってくると 1.23 キロ、まああんま変わらんかZF と Z6 の3もそこそこ重いね。軽いフルサイズ欲しいね、ニコンから。ZFL とか欲しいね。なんかね、400とか 500g ぐらいでボディ内テブラフスありません、動画撮れません、高画素ですみたいな、なんかフルサイズ機欲しいねって思っちゃうけどね。で、725、28400は725あります。さて、しっかり重たいです。あ、700あんねや、このズームレンズって。でもその代わり28400がレンズ1本で、しかもあの描写力で、撮れるというところがありますので、もうここは重さとかじゃないですよね。レンズ1本でいけるっていうところがすごく大事なポイントになってくるんじゃないのかなと思いますので、特に今回紹介している2番目と3番目の、遠くからね、あの撮影対象を捉えるっていうところは、この3つが私の中では候補になったというお話でございますね。あとはですね、やっぱりそのオートフォーカスのところですね。まあ過去の高倍率ズームを、利用していた身からすると、ちょっと待ってね、あるんちゃう、これこれこれ、AFS ニッコール55-200の、4-5.6 の G タイプのレンズのね、 ED レンズが入っているものになりますけど、これねの、まあこういった時代の高倍率を使ってた身からすると、まあ今のね高倍率っていうものはだいぶ良くはなってるんですよ、ただやっぱり、まあ、オートフォーカスのところとか含めて今もっとすごいレンズがいっぱいあるので、まあちょっとねどうなんだと思うところもあったりするんですけど、まあそこはもう何を撮るか次第かなっていうところで使い分けてもらって、それ以上に私は自分がね、あの安全な場所からしっかり撮り切るっていうところを意識しているので、もちろん S ラインとかに比べると多少心に余裕があって、フォーカスとか、速度とかね、全体に関してはまあ高倍率のちょっといい、最近の高倍率ぐらいかなっていうところになりますので、ここは、まあ、しっかりお伝えしておくと、なんか高倍率めっちゃええやんっていう風になって覗いてみると、あれ思ったより暗いしオートフォーカスもあいにくやんみたいなね感じにならないように、そこだけはお伝えしておきます。他のまあ S ラインが圧倒的すぎるっていうところはお伝えしておくと、ただ前のちょっと前の高倍率に比べると良くなってるよっていう感覚でね、キャッチしてもらえたらと思います。
皆さんがこの夏に大活躍したレンズをぜひね、あのコメント欄とかでね、教えてもらえると嬉しいかなって思います。私はこの夏、こういったレンズを使って撮影しましたよとか、実は私夏撮影出かけないんですよとかね、そういったところもあるかと思いますので、ぜひねコメントで教えてもらえると嬉しいです。で、そういった写真たちがまとまっていくのがこのちまチューブセレクトという写真集になります。ボリューム1 72ページ80カット、こっちが72ページ90カットかな、ボリューム2というものをまとめております。まあこの写真集たちはですね、まあいろんなレンズを使っております。なので、まあ高倍率とかは逆に少ないかな、そんなに多くないかな、超望遠とか、標準の、レンズってものが多かったりもします。コシナタムロンニコンの、レンズばかりを使っておりますね。カメラボディは一眼レフも使ってれば、ミラーレスも使って、まあ、全部ニコンのカメラを使っている、写真集になりますので、ぜひね興味ある方は、概要欄から購入していただけると嬉しいかなと。で、今これのボリューム3ですね、3作目を作っているというのが今回の、まあ、このねレンズたちが大活躍してくれた。なのでボリューム3の夏の写真っていうのはこの7ページ目ぐらいからかな8ページ7ページの真ん中ぐらいやね。 Z6 の3型とかが、 Z6 の3型っていつ出ましたっけ、夏前ぐらいやったっけぐらいのやから、まあ、7ページ目ぐらいからなので、1200-1300枚ぐらいはこの高倍率ズームたちの、レンズで撮っている写真にも、なったりしますので、すごくね今回のボリューム3の写真集にも貢献してくれているレンズたちになりますので、こういったねコンタクトシートで見ていくと、自分がどういったカメラを使って、どういったレンズを使っているのかで、どういった作品を撮ることが多くて、こういった作品が多いからこういったカットを追加で増やしたいなっていうのを今から洗い出していく工程です。でそこにまあ700枚ぐらい自分が何も考えんかったら撮らへん、自分が意識してこういうカットが欲しいからっていうので撮っていくカットを700枚ぐらい足してトータル3000の中から写真集を作っていこうかなっていうふうに思っております。いつもこんな感じで厳選していっている流れになりますので、ぜひね興味ある方は写真集チェックしていただけると嬉しいです。あとオンラインサロンですね、ジマチューブコミュニティを運営しております。カメラとかね写真に関する情報なんかを、皆さんやり取りさせていただいたり、ご自身のねお写真投稿していただいて、それに対してのコメントフィードバックをいただいたりとかですね。で私自身も、フィードバック、月に1回サロンメンバーさん限定の動画でフィードバックさせていただいたりしておりますので、すごくね最近SNS がなんか結構攻撃的な内容であったりとか一部のねちょっと過激なインフルエンサーがいろんな写真家の先生絡みに行ってね、ちょっといろいろわちゃわちゃしてたりとかねして、あーなんかあんま良くない流れだなと思いながら見ていてですね、なんかちょっと距離を置いているところはあるんです、 SNS とかからね。ただオンラインサロンは、まあ、そういった方いないです。基本すごく皆さん心穏やかな方々で、素直に写真こんなん撮ってますっていうやり取りの中になりますので、私も安心しているオアシスやと思ってるので、オンラインサロンがね。なのでぜひね興味ある方は月初め、まだ今やったらね結構早めに入れるので、月単位で課金されていくものになりますので、まあ、早めのご加入が結構ねいいかなと。で3ヶ月単位で結構内容情報バサって見えなくなるような仕組みになっているので、まあ、その初めの方に入った情報を見るために後入って初め全部見返してお得になろうとかできない仕様になっているので、入っている期間の3ヶ月っていうものが見れるようになっておりますので、ぜひね興味ある方は機材の購入検討のね相談の窓口なんかでも、まあ YouTube のコメントなんかでいただけますけど、基本はサロンメンバーさんとかの特典としてお渡ししているものなので、コメントを YouTube 上ではお答えできないですっていうのはこういった場を作ってるからなんですよね。なのでぜひ興味ある方はオンラインサロンジマチューブコミュニティもご加入いただけると嬉しいです。写真集ジマチューブコミュニティね、興味ある方は概要欄チェックしていただけると嬉しいです。まあそんな感じかな、皆さんのこの夏使ったねレンズたち、まあ3本とは言わないですけど、今年の夏このレンズずっと使ってたなーっていうのがあればコメント欄に書いてもらえると嬉しいです。まだね暑い夏が続きますし、土曜日の夜ね、まあ、ゆっくり過ごしていただいて、バテをね、次の週明けの月曜日に引っ張らないようにご自愛なさっていただけたらと思います。また次の動画でお会いしましょう。50分ぐらい喋ったんちゃう、今回の動画ちょっと長なってしもたね。また次の動画でお会いできたらと思います。
じゃあね、おやすみなさい。またね。明日はコメント返し動画を投稿しようと思います。じゃあね、バイバイ。